おはようございます。今日は2017年10月の23日3時26分です。よろしくお願いします。よろしく。はい、ワードツー。よいしょ。金って DV やってパクられたの本当なの？本当っすね。DV かどうかはちょっと俺もわかんないんだけど、捕まってるのは本当っすよ。だから、今日会いに行ってきます。はい、シェニーはどつ。サメちゃんに、金梅さんから LINE でタマコが暴れてるか警察に呼んでくれと言ったから通報しただけなので誤解しないようにしてください。あ、ごめん、そういうの俺アスペだから苦手だから余計なこと言わないようにするわ。スモークチーズめちゃめちゃうまいね。腹減ってるからめちゃくちゃうまい。じゃあ手紙書くか。手紙ってさ、レポート用紙みたいなのでも大丈夫なのかな。いや、俺のことディスってる人なんか腐るほどいるよ。今に始まったことじゃないですよ。相手の怪我とかした、いやー、どうなんだろうね。俺もその辺は分かんないわ。申し訳ない。こういう文章苦手ですだね。
今日何日だっけ、23か。こんな感じでいいかな。リスナーさんからのメッセージを預かってきました。コテハンとコメントをコピペしてまとめてあります。配信者もリスナーさんもみんな心配しております。配信で元気な姿を、お姿を拝聴できる日を待ちわびております。待ちわびております。季節の変わり目ですので体調こそご注意くださいと。あーでもね、ごめん、あの誤解が生まれるの嫌だから、あのごめん、いえさっきも言ったけどごめんね、あのやめておきます。あの誤解が生まれて責任取れないんで、あのそれだったらコメントをミノムシさんから書いてください。あのコピペして送るんで、あのごめんね、あの この手紙の中に入れるから。ミノムシさんがまとめて書いて、俺責任取れないよそんなん。うん、コメントコピペするから。はい、じゃあ今から募集します。コピペして金梅さんに送りたいメッセージがあったら、あの書いてください。伝えてきます。なかったら受けるよね。コメントミノムシさんからコメント書いて、ミノムシさんの言葉をそのまま金梅さんに届けます。よろしくお願いします。うん、俺が確認してないまた聞きの情報を伝えるわけにいかないから。それで鮫島さんに俺そんなこと言ってねえよとかなったら嫌じゃん。うん、俺らは金梅見ないから何もないな。和道リスナーは金梅さんとあんまり関係がないからね。関係性深くないからね。
朝のこの時間だとね。佐野が和道しか見ないからな。あとはつまむ程度だわ。あー、そっかそっか。うん、まあ神回があったら見るって感じだよね。まあ普通そうだよね。お気に入りの配信者何人か見つけて、うん、そういう感じでやっていく感じでしょ。逆にね、どんな、ね、どんな感じなのか、まあそんなに長くないと思うけどね、20日ぐらいだと思うけど、20日交流ぐらいだと思うけど、まあ10日交流が、まあ11月は頭にはね、頭が11月中には出てくると思うけどね、金梅さんは。多分ね、言いたいことがあるっていうよりも、金梅さんの応援メッセージっていうよりも、多分みんな金梅さんから聞きたい話がいっぱいあるんだろう。なんかないの？和道リスナー金梅さんに応援メッセージ。ちょ、頼むよ。協力してよ。これだと手紙にならないよ。ちょっとみんな。これで終わっちゃうじゃん。まとまってないよ。なんか金梅さん頑張ってくださいよ。とか、なんかないの？嘘、誰からも手紙が来ないってやばいでしょ、これ。これ、じゃあ、じゃあ、書いておくか。募集したのですが、募集したのですが、ひとつも、メッセージは来ませんでしたとこれでいいの？うん、なんか絞り出そうとしたんですけど何にも出てこなかったです。あ、じゃあもうそれ送ろう、それ送ろうそれをコピペしよう。うん、よいしょ、よかった。ゲリー、これじゃあ金梅さんに伝えておくわ。金梅さんに伝えとこうね、これね。金梅さん喜ぶよ、多分。うん、金梅さん喜ぶ。これ伝えとこう。よし。これでいいんじゃない？うん、これ何の話だってなるでしょ。これ伝えておきます、ちゃんと。よし、1個募集来たね。あくびんさんいらっしゃい。これダメ？あ、でしょ？俺の気持ち分かったでしょ、みのむしさん。これダメなの？金梅さんにメッセージのある人、こういう風に書いておくんで、まあこれテストね、これテストでちょっと表示させて。こんな感じでね、送っていきましょう。はい、テストです。金梅さんにメッセージのある人は、僕が代弁します。背景、あ、背景が間違ってるね、ありがとう。背景ね、すいません、すいません、ありがとうございます。中卒ですから、うん、ちょっとこれ役職がないとなんか恥ずかしいから、金梅さんに、メッセージを届ける会、
届ける会、会、届ける会、代表と。これでいいんじゃない？金梅さんにメッセージを届ける会代表はどう？あれ？これだと箔がつくでしょ。これでいこう。なんかぽくなってきたね。うん。ケーグで終わる？はい、ありがとうございます。よいしょ。これでいいのかな？ケーグでお願いします。これでいい？これでいいかな？うん、これで OK ですか？手紙渡せるっていうか面会に行くんで、これまあコピーをしてみんなのコメントをまとめて、で手紙に封筒にして渡してきます。はい、今日面会に行ってくんで、これで OK ね。ありがとう教えてくれて、あくびんさん。もし皆さんなんか頑張ってくださいとかあったら、こういう感じで小手半と、多分ね配信者だからこういうの喜ぶと思うんだよ。これ、ミノムシさんこれでいい？ミノムシさんこれ書いていい？うん。ミノムシさんじゃあこれコピペするよ。はい。ミノムシさんからのメッセージ。よいしょ。ゲリ消すよ。ミノムシさん。そうそう、3倍目、ヒカルくんと便所さんと一緒に行ってくる。さっき誘われたの。だから、みんなのメッセージもね、届けられるから。届けたいなと思って。はい、じゃあこれ入れます。次、あ、じゃああくびんこれいいの？金梅さん4年見てるけど、これ喜ぶんじゃない？これ入れよう。はい、1人1個までね、メッセージに限界があるんで、1人1個でお願いします。1人1個でお願いします。これ喜ぶよ、あくびん。カッコつけてもらえると嬉しいかな。カッコつけてください。はい、次の方どうぞ。うん、これ多分喜ぶよ。うん。喜ぶと思うよ。はい、次。顔でかいですね。はい、じゃあこれも採用ですね。これも喜びますね。はい、千秋さんありがとうございます、千秋さんからのメッセージは顔でかいですね、はい、まさかね、留置所でアンチコメント読むっていうね、はい、これも僕がちゃんと届けてきますから。はい、はい、次の方どうぞ。わかんないな。ねえ、後で読まれるじゃん。赤丸我慢。金梅さんにメッセージがある人は、ちゃんとカッコつけたりしてくださいね。はい、皆さんよろしくお願いします。弁当だから安心しろ。次はないから女作らないように。オッケー。はい。エビカツさんありがとうございます。エビカツさんからのメッセージ。よいしょ。エビカツさんが。よいしょ。エビカツさんから。エビカツさんありがとうね。ちゃんと届けてきます。ドン。これでいいかな。はい、次の方どうぞ。エビカツさんこれでいいかな。タバコ吸いたいけど我慢。社員、カッコをつけてちょうだい。俺に対するコメントなのか。これは社員に、相馬は多分言っていいのかな。
多分そうだよね。金梅さんに言いたいことある人はカッコつけてもらえると嬉しいです。タバコシャイニー、タバコ吸いたいけど我慢と。またじゃがいい、またあちょっと待ってね、タバコ吸いたいけど。のんちゃんありがとうね。はい、これでいいかな。タバコ吸いたいけど我慢。はい、次のりこ、のんちゃん、またじゃがいん待ってます。よいしょ、ほいっと。金梅さんにね、社員に了解。金梅さんは悪くないと思いますそれはお前が決めることじゃないだろうちょっと面白いな、解放らしいよねそれを裁判で争うんだよ、うん、あでもまあ嬉しいんじゃない、そう思ってる人がいるっていうことは。はい、はい、行きましょう。これでいいね。はい、次の方どうぞ。ジャガインがなんかその間違ってますよって、今何番ですか言えないでしょあの今何番ですかは伝わりづらいと思うよ、そのボケが伝わりづらいから、ちゃんと文章を書けば、まあそれはそれでいいのかもしれないけど、じゃあ留置番号は何番なのかを楽しみに待ってますとかさ、そのうん、あいや俺がされたら嬉しいなと思ってさ、リスナーさんからのコメントとかリアクションが知りたいはずなの、どういう状況なのか。だからそれも書いてあげてよ、みんななんかそのみんな騒いで閲覧せ、金梅さんで売名してますよとか、一人一メッセージでお願いします。これはね、やっぱりね、どうなってんのか外が、うん、知りたいはずなんだよね。あと自分がどう思われてんのかっていうのが知りたいはずだから、これちょっと面白いな、おみつ。はい、おみつさんありがとう。うん、本当かっていうね。金梅さん、気にしてたっけ？はい、次。台風強いね、やっぱりね。うん、金梅さん気にしてたっけ？外の情報大事だね。あ、ホスタさんいらっしゃい。ホスタさんありがとう。伝えておきます。ホスタさんから、はい。金梅さん、売名中でもふわち配信者として、だなの自慢でしょ、あなたの。うん、はい。はい、ホスタさんありがとう。はい、次の方。チュルノリさん。佐野の放送でも全く話題に出てない。あ、こういうの嬉しいんじゃん。こういうの嬉しいんじゃん。そう。そういうなんかいろんなリスナーさんのね、声を聞きたいはずだから。これいいコメントですね。気になってるでしょ、佐野の放送で話題に上がって、っつってるでしょ。弾けるっつって。バイソン元気っすねっつって。元気っすねっ、うん、いいね。いろんなコメントをね、手紙にしましょう。うん、なんか最近ね、
引きこもってるよね。そういう時期なんじゃないの。確かに辛みが少なくなったよね。え？通報が多いのかな。ゲルゲなんか妊娠したってツイッターに書いてあったよ。すげえどうでもいい情報だと思ったんだけど。ゲルゲ妊娠したって本当なのかな。いや、なんかツイッターに、まあどうせデマだろうと思ったけど、ちょっと面白いなと思って 速報、ゲルゲ妊娠って書いてあった。本当にどうでもいい情報だよね。おいちゃん聞いちゃうからね。うよね。鮫島さんが出れたら一緒にサバゲームしたいと言ってました。金梅さん4年見てるけどまた元気に戻ってきてほしいな。これは嬉しいよね。あくびんさんの顔でかいですね。多分弁当だから安心しろ。次はないから女作らないように。タバコ吸いたいけど我慢。またジャガインを待ってます。金梅さん悪くないと思います。あなたが一番気にしていた総選挙は自民党が勝しました。金梅さん売名中でも配信者として一旦1300までいった。香川さんと絡んでたよね。3放送で全く出てなかったよ。捕まってる方が健康。それ伝えます？伝え、金梅さんにメッセージを伝えた人はカッコ入れてください。カッコ。カッコで閉じたら金梅さんにコピペして送ります。手紙を。金梅さんにメッセージを伝えたい方はこういうふうにするんでね、これをコピーしてレポート用紙に入れて渡してきます。まあ応援メッセージとかでいいんじゃないですか。早く戻ってきてくれよとか、なんか些細なことでもいいんですよ。いや、あれじゃないの？隠密はこれでいいんじゃないの？一人一個まででお願いします。枚数に限りがあるはずなんで。一人一コメント。コメントだとね、すぐ流れちゃうよね。黒く塗りつぶ、放送禁止用か。ああ、なんだっけ、検閲かなんかの時、黒くビッて塗りつぶされるの。今のところこんな感じかな。もしあったら言ってください。
あ、エンジェルさんありがとうございます。エンジェルさん、これはの方が響きがいい。心待ちにしております。あ、俺の文章を変えた方がいいってことか。配信で元気なおっさんの日を心待ちおり、配信で元気を拝見できる日を、心待ちにしておりますね。ありがとう。心待ちにしておりますか。ありがとうね。俺文章下手だからさ。これでいい。心待ちにしております。背景、金梅さんへ、リスナーさんからのメッセージを預かってきました。コテハンとコメントをコピペしてまとめてあります。配信者もリスナーさんもみんな心配しております。配信で元気なお姿を、拝見できる日を心待ちにしております。季節の変わり目ですので、体調を崩さぬようご自愛ください。ケーグ、これでいいかな。え、ってどこ？へはいらないかも。へって何？どこ？あ、背景金梅さんか。ありがとう。背景金梅さんね。これでいいのか。あ、ありがとう。そうだね。背景金梅さんだね。これでいいんじゃん。背景金梅さん、リスナーさんからのメッセージを預かってきました。コテハンとコメントをコピペしてまとめてあります。配信者もリスナーさんもみんな心配しております。配信で元気なお姿を拝見できる日を心待ちにしております。季節の変わり目ですので体調崩さぬようご自愛ください。ケーグ、これでいいか。これで OK。 じゃあ金梅さんにメッセージ預かった。お預かり、お預かり、預かって、お預かりしてきましたか。お預かるっていうのは俺の行動だから、おはいらないんじゃなかったっけ。預かるのは俺だから、ここにおを入れると変な敬語になるんじゃなかったっけ。お預かりするっていうのは俺がやってる行動が敬語になっちゃうから。だよね、合ってるよね。まあまあいいでしょ。金梅さんも気にしないでしょ。俺も手紙とか書かないから分かんない。他にありますか？じゃあコッコさん、コッコさんのやつ送ります。ちょっと待って。コッコさんからのメッセージは、よいしょ、こい。コッコさん、心配していますね。ありがとう。心配しています。心配しています。これで OK かな。配信者もリスナーさんもみんな心配しています。OK。 伝われば OK だ。 質問系にしても答えらんないから、状況報告の方がいいんじゃないのかな。メッセージの意味分かってないよ。 このコメント返せないから。納豆とパンでバターとか塗ってるの。 返せないよね。メガホン10個ありがとう。鈴木ミニさん、アイテムありがとう。金梅さんにメッセージがある人は鍵括弧をつけて、メッセージをつけてくれたらこのようにまとめます。ちょっと待って。心配しておりますじゃん。心配していますね。心配しています。いや、だから心配し、え、心待ちにしてます。しています。います。はい。これで OK。 OK。 チェックして。背景金梅さん、リスナーさんからのメッセージを預かってきました。コテハンとコメントをコピペしてまとめてあります。配信者もリスナーさんもみんな心配しています。
配信で元気なお姿を拝見できる日を心待ちにしています。季節の変わり目ですので体調を崩さぬようご自愛ください。はい、これで OK だね。体調崩されませぬようご注意ください。 いいでしょ、伝わるでしょ。体調崩さぬようご注意ください。体調崩されませんようご注意くださいの方がいい。なんで俺のメッセージ、そ、俺のメッセージじゃなくて金梅さんに何か言いたいことないのか。なんでさ、そのなんつうの、まあいいや。その指摘中が多すぎる。どうすればいいんだ。11の黒、11の黒、黒どこだ、色が、あれ色がどこだ、色がずれたな。体調を崩されませんようご注意ください。体調を、崩されませんよう、あーなんだよこれ、体調を崩されませんよって変じゃない日本語、崩さぬようでしょ、崩されませんよって変じゃない、崩さぬようでしょ、ご自愛くださいと。崩されませんよう、崩さぬよう、体調崩さぬようご自愛ください。うん。他にありますか。その前のので、季節の変わり目ですので、季節の変わり目です、え、です、季節の変わり目だから体調崩さぬようがいるんでしょ。季節の変わり目です、体調崩さぬようご自愛くださいって、季節の変わり目、俺が季節の変わり目を決めたみたいになるじゃん。季節の変わり目です、体調崩さぬよう、俺が季節の変わり目みたいになっちゃうじゃん。あ、ねえやさんありがとう、ねえやありがとうね、ねえやのコメントじゃ送ります。あ、間違えた、おはよう、ねえや、欲しい本があれば送ります、ぐわし。でもねえやの連絡先知らなくない？まあいいか、嬉しいよね、気持ちが嬉しいからね、はい、ねえありがとう。季節の挨拶入れるの基本だから背景と敬具いらない？じゃあ季節挨拶入れよう。あーもういいよ、もうみんなうるさい。うるさい、いらないでしょ。いるの？金梅さんがそのあー季節もうこんなになったかってなる？いいでしょ、前略で大丈夫、背景じゃない、前略、分かったよ、もう前略、うるせえな本当にお前ら、前略金梅さん、これで OK 前略金梅さんで OK、 フォローありがとう。国語の勉強時の授業みたいになってんだよ。うん、亀有のところに送ります。ああそうなんだ。でもさ、金梅さんの欲しい本わからないわけじゃん、うん、そのねえやにコンタクト取れない、まあいいや、まあいいや、うん、まあいいや、みんなのメッセージ送るからね、うん、まあ、金梅さんがねえやに何の本送れって言えないじゃん、みんな賢いんだね、うん、でもまあこれは嬉しい、でももうちょい欲しいよな、一人一個書いてよ、なんか一
人一個無理やりでもいいから絞り出すっつうか、まあその放送待ってますよとか、ストッキングかぶらないでくださいねって、冬の時期が来たけど防寒具でストッキングかぶれないでくださいねとかあるじゃん、うん、でもこれが一番嬉しいと思うんだよなそうコメントの時はクソみてえな文章なのにでもこのグワシュは嬉しいよね。あ、いいね、ケイトさんありがとう、メッセージケイトさんありがとう、ケイトさんよいしょ、コピーします、ちょっと待ってね、ケイトさん今作るから、よいしょ、ケイトさんがな、ケイトさん長文先輩、よいしょおいと、はい、これでいいか、はい次の方どうぞ、はい、鍵括弧をつけてくれた文章に、鍵括弧をつけてください。金梅、僕に対するコメントなのか、金梅さんに対するコメントなのか分かんないので、鍵括弧をつ、あ、括弧か。括弧つけてください。赤組さん。赤組さん、俺に言ってんのかな。和道さんに返事を送ると思うから、それにみんなの返事。あ、そっかそっか。それ面白いかもね。うん。じゃあ、俺の住所。うん。うん、朝晩冷える季節、あ、それかっこいいね、エンジェルさん、季節の変わり、朝晩冷える季節で、あ、いいねそれ、朝晩冷える季節となってまいりましたが、朝晩、冷え込む、季節と冷える季節となってまいりました、なってまいいりましたので、朝晩冷え込む季節となってまいりましたので、体調ごとさん、あ、これでいいね、これはいいね、朝晩冷え込む季節となってまいりましたので、体調崩さぬようご自愛くださいと、いや、いいんじゃない、このもなんかねえやの天然っぽいところが出てて嬉しいと思うよ、ねえ、あの、欲しい本が送ります、グワシーがさ、ああ、送れねえじゃねえかよっていうのも、金梅さん嬉しいんだよ。うん。これでいいじゃん。はい、次の方どうぞ。カッコ。カッコをつけてこのようにテンプレ作ってください。コテハンとメッセージを、手紙にして送ります。送るっつうか届けてきます、僕は。ああ、大手配信者だけではなくすべて、これは暴走ケンケンさん、やから一家さん、そのままコピーしちゃっていいのかな、これはメッセージかな、いや天然でしょ、この前のだって板場バーの誤解の時とか思いっきり誤解してたじゃん、うん、天然は自分だと分かんないんだよ、じゃあこれカッコつけてね、あ、ありがとう、大花火ありがとう、いやほら留置所入ったことあるからわかるんだよ、何が知りたいとかさ、やっぱ配信者だから、うん、配信者だからね、まあまあまあ、はい次行きます、次の方どうぞ、次の方どうぞ、うん、そうそう、やっぱりね、され嬉しいじゃん、あー、こんなに俺待ってる人がいるんだって、あ、じゃあバレーニョ書きなよ、バレーニョ、みんなが売名してますよとか、状況報告が嬉しいのね、あのメッセージとか問いかけよりも状況報告か応援メッセージを考えて、言い切り系の方がいいよ、待ってますよとか、あのみんなこんなことしてますよっていう報告をする感じだよ、のんちゃんはあるよ、ジャガイン待ってますって、ここにある、のんちゃんののりこ、エンジェルさんはまだ
だね、一人一個ですのでよろしくお願いします。じゃあエンジェルさん追加します。エンジェルさんありがとう。エンジェルさんありがとうございます。エンジェルさんのメッセージは詰める感じね、詰める感じね。アンチコメントも必要だからね。はい、エンジェルさんのメッセージ、きちんとやってしまった罪は償ってください。あと配信の時はコメントちゃんと読んでください。ああ、いいね、はい、了解です。エンジェルさん、あのことづけ預かりました。もうちょっと小さくならねえのかな、これ。7はないのか。7いけるか。7でいこう、はい、ある方どうぞ。ああ、そうだね、多分小林さんも多分言いたいことあると人多いと思うから、 Twitter とか LINE とか Facebook で拡散してくれると嬉しい。一言添えて、金梅さんにメッセージ届ける配信やってるよってリツイートしてくれると気づく人がいるからね。もう家出ちゃうからね、あと2時間ぐらいで。ぜひぜひ拡散お願いします。あ、いや、ほんと、金梅さん目悪かったっけ？いいんだよ。情報がバーって載ってたら、中って暇だから、情報量が多いものの方が嬉しいのよ。だから細かくしてんの。情報量が多ければ多いほど読めるから、いいのいいの、これで。7.5 でいく。金梅さんって目悪かったっけ？そう、枚数制限はあるけど、文字量に制限はないから。接近禁止ついてないっすよ。ついてないっすよ。金梅さんって文字読めたっけ？目悪かったっけ？大丈夫でしょ？聞いたことない。裸眼だからね、いつも。まあ、留置場の中で誰か目のいい若い人に読んでもらうとかね。もし、金梅さんに伝えたいことがある人は括弧に書いてくれたらコピペします。大丈夫だよね、うん、家でするのって何？いや、これ俺の予想だとブワーってくる予想で、これが10枚ぐらいになる予想だったんだよ。だからバランス取るよ。3枚ぐらいにまとめるよ。これが俺100枚ぐらい来ると思ったの、みんな言いたいことあると思って。あんまりなかったんだよ、エンジェルさん。なんかその銀梅さんのリスナーさんが伝えたいことあんのかなって勝手に予想してたの。そう、少ないよね。まあまだ時間あるから、2時間ぐらいまだ大丈夫だから待ちましょう。バレにありがとう。バレに入るね。バレにのコメント入れます。はい、金梅さん今回の一件を利用し有名になろうとしている配信者が増えてます。一刻も早く本物の配信ってやつを分からせてやって。あ、これは嬉しいね、ありがとう。
次の方どうぞ。配信者からのメッセージ欲しいんじゃないのかな。配信者からのメッセージ、配信やってる人はいないのかな。ゆいがさんとかね、どれさんとかのコメントとか欲しいんじゃないかな。面会予約するんじゃなくて、もう並んでいく、早い時間に、うん、あ、そうそうそう、ヒカルくんから誘われてるの。だから便所さんとヒカルくんは一緒に行くんだよ。マヨさん新野町を連れてこうとしたんだけど、新野町体調悪いらしいんだよね。うん、まあまあそれはそれでネタになるぞ。ミノムシさん、あんまり気にしなくていいよ。それはそれで潰されたら誰なのっていう話で盛り上がるじゃん、出た時に。いいんだよ、ネタになる。実験になったとしてもこの手紙は永遠に残るからさ、刑務所持ってけるから。違う配信者が行く？いや、金前さん、あの変だ、誰だか分かんない人は受けないから大丈夫だよ。うん、この手紙は別に郵送でも送れるから。そしたら郵送で警察官にこれ届けてくださいって渡してくるよ。初見さんいらっしゃい。金前さんにメッセージのある人は、カッコでメッセージの内容書いてくれれば、僕が届けてきます。一人一個まででお願いします。三度の飯より、あ、嬉しいね、これは。ありがとね、パックン。みんな愛があるな。厳しい中にもみんなのコメントに愛があるね。ありがとう、パックン。三度の飯より金梅が好き。いいね。ありがとう、パックン。次の方どうぞ。そうそう、ネタになるよ、うん、本人がね、面会を断ることができるの。誰だか分かんない人、そう、いないって言ってとか、あの、追い返してって。だからヒカルくんだから、ヒカルくんに会いたいってツバニャンに言ってたみたいだから、あの、ヒカルくんのは断んない、大丈夫だよ。そう、月曜日に実は俺行ってるっつうか、ヒカルくんと向かってて、で予約取れなかったんだよね。だから大丈夫、分かってるから。俺ら一人一個金梅さんに向けてメッセージをお願いします。カッコをつけてください。配信者に来てほしいでしょ、仲のいい人にね。状況が知りたいはずだから。こういう金梅さん、今回の一件で一件を利用して有名になろうとしてる配信者が増えてますとか、そのそういう情報は嬉しいと思うよ。あと早く戻ってきてくださいねとか、この三度の飯より金梅が好きとかさ、うん、こういうのは嬉しいよ。
なんか俺が複雑な気分だけど、まあいいや。まゆさんありがとう。そう、俺が傷ついたっていうね、まさかの。ちょっと、俺も配信者だっていうことを忘れないでくださいね、まゆさん。金ちゃんいないと見る放送がないってね。はい、すいません、頑張ります。すいません、どうも。よし、はい、次。マーボーナスさんね。マーボーナスさん、ありがとう。マーボーナスさんのコメントと。ほいと。6時ぐらいに起きるだろうね。コピー。よいしょ。今回の件をお気に。もうリスナーさんや配信者が寂しがるような過ちを犯さないよう出てきたら楽しい配信をお願いします。ありがとう、メッセージ。マミマミさんありがとう。はい、伝えます。マミマミさんありがとうね。よいしょ。マミマミさんと、ね、ちょっと待ってね。あれ、マミマミさん、あれ、マミマミさん、なんでこうなんだ。ああ、マミマミさん、いえいえ、とんでもない、アイテムありがとう。マミマミさんのコメント、ちょっと待ってね、うまくコピペができない。よいしょ。できた、できた。これね。よいしょ。ニコ生でアンチコメしてごめんねって LINE 通話した時に笑って許してくれた金梅さんの優しい声が嬉しかったです。またアンチコメントするから早く元気帰ってきてね。アンチコメントするんかいっていうね。これは喜ぶでしょ。はいはい。これは喜ぶね。うん、あいつかって。はいはい、は、あ、ハート気使わないでください。ありがとう。うん、金梅さん喜ぶといいっすね。はい、次の方どうぞ。フォローありがとうございます。次の方どうぞ。金梅さん一人一個でお願いします。うん、いやー、大丈夫大丈夫。ちゃんと保存するんで、バックアップ取るんで、1人1個でお願いします。金梅さんにメッセージのある方はカッコで、書いて、僕がコピペします。はい、トトさんはかつ金梅さんの面会行ってくるよ、今から。ちょっとね、時間がないんで早めにお願いします。まあね、このレポート3枚ぐらいにまとめたいよね、ブワーっと。金梅さんに応援メッセージなり、今の状況を伝えるようなメッセージとか、言いたいことがある人はぜひぜひ、できればね、応援系とか待ってるよとかそういうのが嬉しいと思うんで、本人はもう反省してるはずなんで。金ちゃんいないと1時間。行くなら待ってるって伝えておいて。あ、カッコに書いてくれたら、やるんで。カメアリっすよ。ゆめのさんみたいに、金梅さんに向けてカッコでメッセージを書いてください。テンプレートはね、カッコでお願いします。ゆめのさん。ゆめのさん、ありがとう。ちょっと待ってね。金ちゃんいないと1日が始まらない。オッケー。ちょっと待ってくださいね。あれ。うまくできないな。テンプレはカッコで。ゆめのさん、銀ちゃんいないと1日が始まらない。よいしょ。嬉しいよね。ありがとね。はい、次の方どうぞ。あゆえ、掃除さん和骨です。そうそう、神あり。はるさん久しぶりだね、和骨。つーさんね。つーさんありがとう。差し入れは予約はいらない。差し入れ、ただね、受け取るか、拒否するか本人に権限あるから、届いたかどうかは確認はできないよ。真相が分かりません。金ちゃんの言葉で早く私たちを安心させてほしい。
早く笑顔、いいっすね、いい子、いいね、ありがとう。よいしょ。ね、つーさんありがとう。よいしょ。よし、はい、次の方どうぞ。トトさん、トトありがとう。あと郵送もできるはずだよ。郵送であの荷物届いてるよって来るはず。とニコ生から見てて戻ってくるの待ってるよ。辛いけど頑張っていいね。よいしょ。いい。はい、オッケー。よいしょ。はい、オッケーです。メッセージ、金梅さんにメッセージがある人はカッコで、コメントを書いてください。僕が伝えてきます。残りあと配信会静かになるよね。やっぱレジェンドの存在はでかいんだよ。レジェンドの存在は。フォローありがとうございます。でも結構あの文章が多くなってきてよかったですね。結構ねバーッと書いてあるから読み応えあるんじゃないかな、うん、結構多くなってきたからね、うん、いいね、いいんじゃないでしょうか。アイテムありがとう。夢野さんありがとう。ありがとうございます。まだいけますよ。文章余ってるんでまだいけます。よいしょ。この辺かな。一つ一つ伝える、どんどん伝えたいこと、まあ一人一個で今回はあのみね、みんなが待ってるよっていうのを伝えたいんで。あ、はるさんね、あのじゃあ水曜日に行ってカッコつけて書くといいと思うよ。水曜日に差し入れしたので受け取ってください、お願いしますって。これじゃあそのままコピーしておくね、うん、これコピーしておくよ、はるさん。じゃあはるさんからのメッセージ、これで水曜日差し入れ送ったんでお願い、これ書いておこうか。よし、はるさん了解。はるさんからのメッセージは水曜日に差し入れしたので受け取ってください、お願いします。これメッセージにしちゃうよ。じゃあよいしょ。おい、これでいいね。うん。じゃあ、これでいいか。お願いします。お願いしますになっちゃった。いいか。うん。了解。はるさんありがとう。これ届けておきます。はるさんからのメッセージ、水曜日に差し入れしたので受け取ってください、お願いします。顔文字とかも喜ぶと思うから顔文字とかも入れてあげてください。あ、トップ書いてありますよ。はい、大丈夫です。あの書いてあります。前略金梅さん、リスナーさんからのメッセージを預かってきました。小手半とコメントをコピペしてまとめてあります。配信者もリスナーさんもみんな心配しています。配信で元気なお姿を拝聴できる日を心待ちにしています。朝晩冷え込む季節となってまいりましたので体調崩さぬようご自愛ください。ケイク、金梅さんにメッセージを届ける会代表和道、ちゃんと書いてありますよ。はい、こんばんは、うん、大丈夫です。あの大丈夫ですよ。結構文章増えてきたからまだまだ募集してます。さくらんぼさんありがとう。さくらんぼさんありがとう。よいしょ。じゃあさくらんぼさんのメッセージいきましょう。はい、とさくらんぼさん、さくらんぼさん、よいしょ。みんな金梅さんの味方です。早く戻ってくれるように祈ってますね。あ、ありがとうね。逆襲のアイラさんありがとうございます。
よいしょ。はい、ラバード2。いいね、配信者のはいいね。死ぬまで配信しろ。最後は配信中に死ね。よいしょ。OK、アイラ、ありがとう。よいしょ。配信者の赤文字にしようか。名前。うん。配信者の赤文字にしておきます。ある程度ね、有名配信者赤にしておけば、わかりやすいと思うので。今日行くよ。ねえ、ちょっと時間帯があれだったね。時間帯がちょっと悪かったね。まあ決まったのがさっきだったんで。あ、届く届く。届く届く、大丈夫だよ。どんな顔してたか。ああ、後でね、帰ってきたら放送やるんで。うん。豆っていうか、まあ、俺も捕まった経験あるから。で、俺の場合、奈良に2ヶ月間いたんだけど、面会が全くなかったから、すげえ辛かったの。差し入れとかもなくて。だから、やっぱまあ、同じ苦しみっていうかね。悪いことやったのは悪いことやったんだろうけど。うん。ああ、その辺は、わかんないです。僕は裁判官ではないんで。とにかく、金梅さんの、服とか、歯ブラシとか、必要なもの、差し入れに行くだけなんで。僕はなんか知り合いとしてできることやりたいだけなんで、あんまり事件のことは詳しくないです。すいません。この辺は多分他の人の方が詳しいと思うので。ミンタさんありがとう。金梅さんに届けます。金梅さんにメッセージある人はカッコでお願いします。コメントをコピペして持っていきます。ミンタさんのコメント。置いてアメリカに戻れなくなる前に帰ってきて、ね、いいね。嬉しいね。よいしょ、ありがとう、ミンタさん。はい、了解です。はい、追加しました。次の方どうぞ。はいはい、ミンタさん、了解です。まあまあ、暇だから、やることないから大丈夫だよ。うん。うん。ねえ、新野町。まあまあ、新野町は多分後日行くと思うよ。もともと新野町が行けなくて、俺が行くことになったから。ソウジさん、ありがとう。便所さん、もう向かってるでしょ。うん。便所さん向かってると思うよ。便所さんと一緒に行くから。はい。ソウジさん、ありがとうございます。よいしょ。はい、次の方どうぞ。お掃除さん、ありがとうございます。しっかり届けてきます。よいしょ。一人一個でお願いします。あ、とんでもないです、とんでもないです。もし面会仮にできなかったとしても手紙は差し入れてくるんで。次の方どうぞ。俺はヒカルくんと一緒に新宿からタクシーで向かうんで。一言ね、待ってるよとか、そんなんでいいっすよ。皆さんのメッセージ届けてきますんで。そうそう、手紙は嬉しいよ、やっぱり。で、俺はさ、ほら、金梅さんとつながりそんなあるわけじゃないけど、金梅さんのリスナーさんからの声が俺だったら聞きたいなと思って。うん。あ、こういう状況なんだとか、あ、この人覚えてるとかさ、コテハン読むだけで多分ニヤニヤすると思うから、やっぱりここはね、俺の出番じゃなくて、みんなのためにね、金梅さんとみんなのが合致するようなことやりたかったから。あとね、レポート3枚ぐらいいけるはずだから、あとまだまだコメントいけるんでね、後半になったらもう受付終了とか時間が来ちゃうんで、早めに書いてください、一言。
大丈夫かな、落ち着いたかな。何時頃家出よう。6時ぐらいでいいか。外雨降ってるかな。ちょっとコーヒー買ってくるね。コーヒー買ってきます。のんちゃん、なんかいる？ただいま。あ、いやいやいや、俺が自分がされたら嬉しいと思ったことやるだけなんで、全然気にしないでください。何ができるわけでもないんで。 ね、僕も金梅さん早く戻ってきてほしいと思ってる一人なんで。なんか、なんつうか、配信者はリスナーさんとね、リスナーさんがあっての配信者だから、多分一番気にしてんのリスナーさんのことだと思うから。まえさん、ありがとう。え、まえさん、ありがとう。よいしょ。え、まえさんのコメント。よいしょ。よいしょ。あ、ジャンプマンさんもありがとう。よいしょ。ありがとね。元気玉だよ、元気玉、こういう時は。ジャンプマンさん。あ、とんでもない。あ、アイテム気使わなくていいっすよ。なんか変に売名だとか思われたくないんで。ちょっとね、今から行く感じだったから、ちょうど時間が余ってただけなんですよ。ありがとね、お気持ちだけいただいておきます。あ、とんでもない、とんでもない、ありがとうだなんて。むしろ、企画じゃないけどさ、こういうメッセージに乗っかってくれてありがとう。嬉しいっす。あれ、なんでこれコピーになっちゃうんだろ
ちょっとよくわかんねえな。ちょっと待ってね、ジャンプマンさん。なんかバグってる。待ってね、トントントン、ジャンプマン、そうそう、金梅さんのリスナーさんの方が喜ぶんじゃないかな。あ、この人いつも見てるくれてる人だとかさ。アドリスナーあんま金梅さんと見ないから、うん、はい、オッケー、ジャンプマンオッケー、まゆちゃんオッケー、ありがとね2人とも。ゆうこさんありがとう。金ちゃんいないと寂しいですね。了解です。ゆうこさんと、金ちゃんいないと寂しい。あー、これは嬉しいね。そうそう、こういうシンプルなのでいいっすよ。あんま考え込まないで、シンプルにいきましょう。シンプルに。またバグったな。なんだろうこれ。なんだこれバグるんだ。はい、オッケー。いいよ。ゆこさんありがとう。オッケーです。そうそう、こういう時にアイテムいらないって書いとこうか。うん。まあいいか。かか、ちょっと待って、アイテム禁止。大丈夫です。これ書いておけば。うん。うん。トトありがとう。こんな感じか。結構増えたよ。みんなありがとう。もうちょい欲しいかな。もうちょっと欲しいね。いない。いや、よしあしってわけじゃないと思うけど、なんかポリシーじゃない、そこは。いいも悪いもないでしょ。だって金梅さんのファンがその金梅さんに何かを届けるのは分かるけど、だからその変に名前出して売名だけしてるやつって俺嫌われると思うから、前から言ってたけど、金梅さんに会いに行くとかさ、売名じゃん完全に。金梅さんそういうの怒らないけど、なんか意味ないよね。金梅さんのリスナーが怒るだけだから。だからそのなんつうんだろう、魚でするだけの枠に何の意味もないと思ってる。まあ、意味があるんだったら名前出していいと思うけど。だから、ヒカルくんも名前出さないじゃん。本当につながりがあるから。関係ないやつが、金梅さんの留置所に行くとかやってんだよ。そうそう。うん、やっぱり、くれくれはダメだよ。皆さん大丈夫ですか？金梅さんにメッセージありませんか？いや、そりゃそうでしょ。うん、まあ、そういうのは長くやってきてわかるもんなんだろうけど。もう配信も昔と違って時代が変わったんだよ。うん、時代が変わったんだよ。はい、わかつ、モンスターさんいらっしゃい。
今ね、金梅さんにメッセージを募集してます。もしよかったら一言お願いします。こんな感じでね、金梅さんに手紙届けてきますので、金梅さんに手紙書いてるんで、もしよかったら一言金梅さんにメッセージをお願いします。カッコをつけてくれたら、こういうふうにカッコにコメントつけてくれたらね、それ金梅さんにコピペして送ってくるんで、花火なんか上がらないよ、そんなので。大阪におはよう。皆さん、ぜひぜひ、金梅さんに一言お願いします。応援とかね、状況報告みたいなのが嬉しいと思う。質問は返せないから。たくさん読み応えあって、本差し入れより嬉しいんじゃない？これは。本差し入れより全然いいでしょ。配信者はやっぱコメントもらってなんぼだから。いや、大丈夫だと思うけど、その黒く塗りつぶされたらされたでネタになると思うから、金梅さん喜ぶと思うよ。なんか出てきた時に「おめえ読めねえよ」つって「光る」っつって 誰だか分かんねえわ」とか言って「グエー」つって お、チムチムニーさん、ありがとう。追加します。ありがとね。よいしょ、届けます。あ、これは嬉しいね。ありがとね。はい。はい。オッケー。いや、俺も思った。 アイラのはもうメッセージ伝わんないでしょ、これ。 アイラは黒く塗りつぶされる。金梅さんにメッセージある人は、カッコをつけて、コメント書いてください。僕はコピペして送ります。ドレさんからもコメント欲しいな。ドレさん今配信中か。配信者の人のコメントの方が気になるんじゃないのかな。配信者の人見たらぜひ一言ください。もうないかな。大丈夫。まだ1時間あるから大丈夫だ。いや、一応メッセージは俺が改変しちゃうとあれなんで。いや、まあドレさんの枠、どうしよう、電話かけようか俺が。まあ伝えてもらえると嬉しいですね。伝えてもらえると嬉しいですね。あざっす。王子もやってる？ぜひぜひ配信者の皆様もメッセージください。アイラだけだと寂しいでしょ。
残り1時間かな。これうまいね。タリーズは本当にブラックコーヒーの、本当のブラックコーヒーを持ってきたと思ってて、特に金色のやつがね、すごい味がいい。これはね、すごいね。缶コーヒー、もうここにいっぱいある。最初これが始まりだったんだけど、この金色のシリーズが出て、もう毎日3本4本ぐらい飲んでるよ。体壊れるっつうの。タリーズはすごいよ。床下にね、バンバン置いてんの、飲み終わったら。うまいんだよね、タリーズ。おすすめっすよ。コンビニでも売ってるのが、でかい方も美味しいけど、缶コーヒーで売ってるこの金色の缶、小さい方が美味しいです。味が全然違うのよ。こっちはキリマンジャロで、こっちはバリスタ厳選の豆、農園指定。本当に味が全然違う。こっちはキリマンジャロ 10%、ブラジル 80%、コロンビア 10%。すごいっすよ。あ、アイスさんありがとうございます。よいしょ。カフェイン中毒ですよ。アイスさんありがとう。じゃあ追加します。ありがとうございます、アイスさん。よいしょ。あ、間違えた。ありがとうございます。よいしょ。屋台横丁雑談待ってるぞ。はい、OK。追加しました。アイスさんありがとうございました。追加完了でございます。まだいけます。まだ余白あるんでいけますよ。ポロレルさんありがとう。ポロレルさんありがとう。追加します。よいしょ。よいしょ。はい、ポロレルさん。私は顔がブツブツで何度か諦めかけたけど、金ちゃん見てて何とか生きてます、ありがとう。さりげなくディスだから、さりげないディスと愛情が含まれてていいですね、これは。はい、ありがとうございます。追加しました。うん、ひょっとこになってた。どれが全員俺のライバルだ。金杯なんか消えてくれよ。消えてくれてよかったとか言ってる。全方位だな、本当に。なんか病気になってるね。あ、ほっといていいっすよ。うん、最低な男だな、あいつ。まだ大阪行くとあの人病気が悪化するから行かない方がいいんだけどな。また病気ですさ。ピピさんありがとう。納豆トースト配信楽しみ待ってます。はい、了解です。納豆トースト作るんだ、金梅さん。金梅さんの枠俺見ねえかんな。はい、追加しました。ピピさんありがとう。確認よろしくお願いします。ピピさんのコメント追加です。ここね、一番下、納豆トースト配信楽しみに待ってます。うん、はい、 OK ですね。和道であれ荒野、え、あれ荒野であれライバルだから名前なんか出すわけないと。え、和道あれ荒野であれライバルだから名前なんか出すわけない。何を言ってんの。病気が悪化してるね。
あ、そうなんだ。留置してる時に食えるんだ。へえ。俺、納豆トーストなんか出てないけどな。納豆トーストなんかあったっけ？コッペパンクソまずいんだよな、東京の留置所。まだまだ募集してるんでね、金梅さんに一言メッセージをお願いします。そうそう、金梅さんにメッセージを今募ってて、一人一つ。で、まあ、こんな感じでやってるんでね、皆さんぜひ参加してください。こんなね、前略金梅さん、リスナーさんからのメッセージを預かってきました。小手半とコメントをコピペしてまとめてあります。配信者もリスナーさんもみんな心配してます。配信で元気なお姿を拝聴できる日を心待ちにしています。拝見か。朝晩冷え込む季節となってまいりましたので、体調崩さぬようご自愛ください。警部、金梅さんにメッセージを届ける会代表、和道。で、まあ、みんなのコメントがこう、ブワーっとね。ブワーっと。これを手紙として渡してきますんで。ぜひぜひ。カッコでね、金梅さんに向けるメッセージはカッコでお願いします。カッコで。カッコをつけてコメント書いてくれたら、その部分をコピペするんで。結構集まってきたね。メガホン10個ありがとうございます。ありがとう、ピピさん。あ、ちむこさんもありがとう、メガホン。まあ、もう少し欲しいかな。もう少し欲しいかな。俺は一人の力でこれだけ閲覧も支援も受けてるのに、奴らは群れないと何もできない、どうしようもない奴なんだとか言ってる。どうしたの、どれさ。ヤドラッキー、ありがとう。なんか瞑想してんじゃないの。なんかね、この前ね、花火700発は一気に上がったから、また勘違いしたんじゃないの。誰か止めてこいよ、本当に。ドルさん、メッセージするつもりね。はいはい。グズっぷりがやばいね。なんか、大阪に行ってなんか開き直ってるね。はい、追加しました。ありがとね、アナラッキー。追加しました。よいしょ。はいはい、了解です。愛がねえな。頭固いっつうかね、たまになんか暴走するんだよね。今日虫の居所が悪いんでしょ。最低な発言だよね、本当に。最低な発言だよね。もうくずっぷりがいいよね。もうあの人、閲覧至上主義、アイテム至上主義だから。あ、メッセージいいっすよ。カッコをつけてくれたメッセージは全部コピペするんでね。カッコをつけてください。まだまだ募集してます。もう時間がないんで、あと1時間で家出ちゃうんで、早めにお願いします、皆さん。よろしくです。カッコの内容と、コテハンとカッコの内容をつけますね。誰の発言か気になると思うんで。ドルフィン率高い。
面会徒歩配信は分かんない。メンゾさんかヒカルくんと俺で3人で行くから誰かしらやるか。まあ、なんか3人とも別に金梅さんで売名しようっていう気は全くないから、多分やんないんじゃないの。3人でね、面会終わった後とか用事が終わったら配信つけるかもしんないけど、今のところ考えてないですね。おはよう、ヨリン。おはよう。もうちょっと欲しいかな、メッセージ。こんばんはって言ったリスナーにすごい絡んでる。アイテムも投げずにこんにちはとか何なんだ 勘違いしすぎでしょ、本当に。どうしたの、ドレさん。何があったの。何に怯えてるんだろう、あの人は。一体何に怯えてるんだ。鍵、コメントにね、カッコをつけてコメントしてくれたら、金梅さんにメッセージを送るんで、金梅さんにメッセージ1人1個でお願いします。差し入れ？あ、差し入れ買うよ。まず面会して、服が欲しいとか、パンツが欲しいとか聞いて、で、買いに行って、で、届けて帰るって感じかな。面会1回しかできないから、先に面会する。面会慣れしてる人はそうやってやんのよ。何買ってきてほしいっつって。で、帰り際に差し入れに戻ってきて、亀有署に。ピヨコさんありがとね。追加しますね。ピヨコさん追加します。確認してください。ピヨコさん、いると暑苦しいけど、いないとなんか寂しいので、元気にふわっちに戻ってきてねっていうコメントですね。追加しました。ドルさんなんかね、あれだよね。俺は競争でやってんだとか言ってんの。マリンさんありがとう。マリンさん行きます。マリンさん追加するんで、マリンさん確認してください。今から追加します。マリンさん。TCP。ちょっと待ってね、コメント。メッセージはね、カッコでお願いします。カッコでお願いします。メッセージはカッコでつけてくれないと、俺に対するコメントなんか、金梅さんに対するメッセージなのかわかんないので。金ちゃん、金ちゃんへ、毎日なんか寂しいよ。金ちゃんの配信楽しみに待ってるから頑張ってね。OK です、マリンさん。ありがとうございます。次、ケンちゃんさんね。ケンちゃんさん。ケンちゃんさんありがとう。よいしょ。ケンちゃんさんメッセージありがとう。金馬さん喜ぶと思うんで、皆さん一言だけ、一人一個でメッセージお願いします。ケンちゃん、金梅さんのエンターテインメントを早く見たいです。いいね。ありがとう。はい、オッケー。はい、オッケー。ありがとうございます。はい。とんでもない、とんでもない。オッケーですね。はい、バーって来てるんで。あ、まあまあまあ はいはい、よろしくです。漏れてないよね、みんな大丈夫だよね。早く帰って。あ、カッコはね、普通のカッコがいいですね。イオリンさんありがとカッコは普通のカッコでお願いします。コピペするんで、そのまま。カッコは、セリフのカッコの方でお願いします。変換が大変なんで、ちょっと時間がないんで。ありがとう、イオリンさん。ありがとう。はい、オッケー。いいね。あ、大丈夫だよ。起きたばっかだから。花さん、ありがとう。花さん、あー、ちょっと待って、コピペが、あー。コメントが流れてきたな。コピペします。花さん、ローマ字の花さん、ありがとうございます。花さんのコメントコピペします。花さん、雑談配信ずっと待ってる。お体ご自愛くださいね。いいですね。ありがとう。よいしょ。はい、オッケー。花さんオッケーです。次の方、すごく口歪んでました。さんさん嫌いだけど、あだ名つけるの上手。
指でした？ラガズさん指でした？え、どういう意味だろう。これでいいの？ラガズさん、じゃあこれでいくよ。ちょっとよくわかんない、俺は意味がわかんないけど、金梅さんのリスナーさんは意味がわかんのかな。これでラガズさん指でした、うん、これでいいの？これ伝わんのかな。よくわかんねえな。これでいいの？ OK？ ラガズさん指でした、うん、皆さん OK ですか？欲しいものが分からずに差し入れ行くので、何かあったら教えてください。あー、そっかそっか。まあまあ何でも嬉しいと思うよ。多分ね、現金がいいと思う。現金あのいけるから、うん、ラガズさんこれでいいの？指でしたっていう。 OK、 分かった。俺はちょっと金ちゃんリスナーは理解してるの？大丈夫なの？これ指でしたっていうの大丈夫なの？うん。石野が挨拶に行った配信者は閲覧欲しさに来んなブロック。うんなんかみんな荒れてるね優しくないね。まだあの枠あるんで、皆さんコメントお願いします。あ、いや、雨止んでたね。風が強くて、傘が飛んできて死ぬかと思った、コーヒー買いに行くとき。いや、すごいよね、突風、今。突風半端じゃないよね。集まってきたね。ありがとね、みんな。すごい集まってきた。あ、ブロックするわーって意味か。そういう意味なんだ。おー。オッケーオッケー。だいぶ集まってきましたね、みんなのおかげで。ありがとう。はい、もう少し募集します。皆さんお願いします。いいんじゃないか。あ、指でってやつか。なるほど、ようやくわかった。俺がアスペだからわかんなかったわ。指でってやつかなるほどそれか。違う、あのね、何でブロックするんです、なんでブロックするんですかっていうのに対して銀馬さんが指でって言うんだよ。それだ、やっとわかった俺それね、うん、見たことあったわ、うん、あのジェダイさんが元ネタかなんかの話だわ、うん、そう指でブロックするんだっていうやつだ。分かった、やっと。皆さん、あの、まだコメント書いてない人はぜひ金梅さんにコメントお願いします。カッコをつけて書いてもらえたら金梅さんにコピペしてお送りします。フォローありがとう、フォローありがとうございます。ネットが仕事なのにネットができないって辛いよな、絶対な。生粋のネット好きだからね。石野おはよう。おはよう。おはようございます。
ドレさんにおはようございますって言ったら次コメントしたらブロックするからなんて切れられた。いや、あの人そういう人だよ。知らなかったの。あの人はそういう人だよ。知らなかったんだ。結構昔から石野好きだったのにね、ドレさんのことね。ひどいよな、ちょっと。なんか最近ね、住まいできて調子いいみたいじゃん。復活おめでとう。今、大宮とかにいんだろ？もしこっち来ることあったら、また寄ってよ。飯でも食おうぜ。頑張れよ。日本一周。沖縄行くんだっけ？ドレさん、更年期あるよな。更年期入ってるよね。情緒不安定なの、結構多いもん、最近。金梅さんにメッセージがある人は、カッコをつけてコメントを打っていただければ、このように、手紙にして届けるんで、もし金梅さんに一言ある人は、メッセージ預かるんでよろしくお願いします。カッコをつけてセリフで金梅さんにメッセージ書いてください。留置所に面会に行ってきます。まだ募集してるんで、枠あるんで。命の母っていうのがあるの？更年期障害用のやつなのかな？わかんない。もう時間がないんで、早めにお願いします。タイムリミット近いんで。捨て垢にも男や女に名前読ませて喜んでるんだろうと切れてらっしゃいました。ああ、ご病気が悪化されてらっしゃる。もうないっすか？大丈夫っすか？大丈夫っすか？皆さん。大丈夫。プリンターはコンビニでプリントしてる、俺は。10円でプリントできるから。これを PDF ファイルにして。はい、はじめまして。楽しんでいってください。銀杯さんにメッセージある人は、カッコをつけて、このようにメッセージしてもらったら、コメント書いてもらったら、銀杯さんに手紙として届けるんで、よろしくお願いします。あ、銀杯さんのリスナーさん、何か銀杯さん今から面会行くんで、一言伝えたかったら、紙書いて金梅さんに渡すんで、これ、カッコつけてコメント書いてください。よろしくお願いします。そう、プリントはね、プリントもスキャナーも全部コンビニにしてる。出力がいいしね。あ、ケンジさんありがとう。あ、コース石野もありがとう。ケンジさんからいきます。ケンジさん、ケンジさん、一日も早く。あ、ありがとね、ケンジさん。よいしょ、ケンジさん。はい、メッセージ預かりました。次の方、石野コースケ、石野コースケ。よいしょ。はい、石野ありがとう。これで OK かな。生きてるだけで OK。
おう、琴音ちゃん、こんばんは。はい、オッケー。一緒にありがとう。金梅さんにメッセージがある人はカッコをつけて、時間がないのでね、早めに一人一個でお願いします。こんな感じで皆さんからの小手半とメッセージを。成地さん、ありがとう。次、成地さんね。ありがとう。アリチさんが、これね、はい、ナリチさん、ありがとう。はい、次ライズさん、ラゼルさんかな。はい、OK です。次の方どうぞ。はい、次の方どうぞ。大丈夫だよね、みんなのコメント入ってるよね。大丈夫だよね、大丈夫ね。はいはい、大丈夫だよ。むしろありがとう。こちらこそありがとう。大丈夫ね。喜ぶと思うよ。たくさんのコメントがあった方が暇なんで、留置所。ぜひぜひ皆さんメッセージを一つずつ、一つ一つのコメントが嬉しいはずなんで、ぜひ書いてください。参加してない人は。一言で結構ですよ。長文先輩でも構いません。コメント欄に収まるやつだったら。いいね、いいね。山崎誠さん、ありがとう。いいね、これは嬉しいね。山崎誠さん追加します。山崎誠さん、おい、誠、お前を信じてる。ありがとう。はい、OK です。トレさん、最近稼ぎすぎて頭おかしくなっちゃったのかな。いいね。どれさん、瞑想中？とんでもない、とんでもない、ありがとう。なんて、むしろすいません、ちゃんと届けるんで、逆にありがとうございます。じゃあそろそろ募集切ろうかな。みんな OK？ ありがとう。ここぽさん、まだいらっしゃいますね。まだ6時から起きてくるリスナーさんいるから、あれか。ここぽさん、ココポさん、ありがとうございます。次の方、ちょっと待ってね。次の方が、ココポさんが書いて、メグカさん、いきます。メグカさん、メグカさん、メグカさんが、メグカさん、はいはい、ありがとう、こんばんは。了解です。メカさん、了解です。金ちゃんに何回もブロックされたけど憎めないです。早く配信見たいです。いいね。
ハートマークさん、クマとハートマークさんいきますね。もう恋愛しない方がいいですよ。平和、世界平和。はい、了解です。そうでしょう。なんか配信者はやっぱりリスナーさんのね、どう思ってるのか知りたがるはずだから、俺送られてきたら嬉しいもん。よし、 OK ですか？乗ってる？みんな大丈夫？オッケー。まだある人は早めにお願いします。時間がね、もう家出ないといけないんで、家出ないといけないんで、今日面会行こうと思ってるよ。ヒカルくんと便所太郎さんと行くんで、差し入れとかさ、あるんで、選ばれし者のなんとかと不安、こう、な、ごめん、漢字読めねえな。二つ金杯にあり、金杯ちゃんは選ばれし人。そうだね、スターだよね。スター、スター。雨降ってきたな。恍惚と不安か。じゃあもうまとめに入ろうかな。まとめに入りまーす。オッケーね。雨すごいな。すごい集まったね。ありがたいよ。さすが金梅さんの徳の高さが出てる。読みやすくします。あ、ありがとう、モさん。されたら嬉しいことをするのがいいですよ。見やすくなったね。そうそう、中に入ってる経験が生きたでしょ。悲しいよね。そうそう、中にいる経験ですよ、これ完全に。配信者が一番気になることだからね。とんでもない、みんなありがとう。むしろ同じ気持ちだよ、みんなと。寄せ書きだわな、ただの。泥棒しに来てるな、あの人、被害妄想が強くて、なんか自分の、いや、自分がやってることもブーメランなんだって。要はね、リスナーさん奪われると思ってんのよ、花火師さんを。花火師さん狙いに来てると思ってるの。石野はちなみに、ドルさん昔からファンだからね。ドルさんの放送好きだって言ってるのに、かわい、失礼だよ、そういうのは。メッセージ流れた。自分のメッセージ流れた。
あ、いいよいいよ。まとめに入ってまだ間に合うよ。誰かいる？メッセージが流れた。すみれちゃんね、金梅さんの、ああ、オッケーオッケー、ありがとう。すみちゃん、ありがとうね。はい、すみちゃん追加します。まずすみちゃんから。すみちゃん、よいしょ。金ちゃんの名言をまた配信で聞かせてね。オッケー、ちょっと待ってね。今作業中だからさ。ありがとね、すみちゃん。はい、オッケー、すみちゃん、オッケー。次の方は、誰だろう、ポチマルさんかな。ポチマルさん了解です。よいしょ、ポチマルさん。丸さん行きます。どうも、どうもか。OK です。はい、ポチマルさん、スミちゃん、確認してください。ポチマルさんとスミさん大丈夫かな、これで。はい、これで OK かな。大丈夫だよ、気にしなくていいんだよ。そんな気にしてたらやってらんない。じゃあ行きますよ、そのまま。よいしょ、まとめに入ります。ある人は今のうち書いてね。もう間に合わなくなるよ。そう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 、コメント読みたいっていうのとさ、みんながどうしてるのか気になるっていうか、それをなんか金梅さんの目線に立ってさ。嬉しいと思うよ、ファンレターみたいなもんだから。中でさ、もし長くなってもこれ読んでたらさ、元気出るじゃん。で、悪いことしないようにしようってなるから。もう捕まりたくないって。大事なのは犯罪するなっていうことじゃなくて、犯罪したくなくなるようにする。ああ、とんでもない。ありがとう。なんて、俺も同じ気持ちだから、みんなと。気にしないで。おはよう、てんてけてん。金梅さんにメッセージのある人は、カッコでメッセージを書いてください。カッコで書いたのが金梅さんのメッセージとして、送りますんで。カッコじゃないのは、俺へのコメントなのかどうなのかわかんなくなっちゃうんで、カッコでセリフを書いてください、金梅さんに向けて。もう時間がないので早めにお願いします。もう本当に残り10分とかね、もうまとめに入ってるんで、よろしくお願いします。ドレさんにブロックされちゃった。バッキンガムへようこそ。これで OK かな。はい、たくさんありがとう。たくさん集まりました。すごい集まった。ありがとう。これで OK かな。あともう少しいけます。あと3名ぐらいいけますね。あと3人ぐらいいけますけど、ありませんか、金梅さんにメッセージ。大丈夫ですか、皆さん。あと3人ぐらいいけるよ。嬉しいでしょ、いいよね。ねえ、もっと早くやればよかったんだけど、さっき誘われたからさ、ヒカルくんに。あと3人ぐらいいけます。大丈夫ですか？3名だけ募集します。金梅さんへ、寂しいっす。OK、追加します。月さん、ありがとう。ちょっと待って、月さんじゃなくて、ラブさんからか。
ラブさん、ラブさん、よいしょ、ラブさん、またヤミーと家族との配信見てみたいです。はい、ラブさんありがとう。ラブさんからいきます。ほいと、またヤミーとの配信が見たいです。で、次は月さん。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。月さん行きます。まだまだいけるな。まだ大丈夫ですよ。もう3名ぐらいいけるかな。金梅さんへ、寂しいっす。まだまだいけますね。まだ大丈夫です。まだま、あ、まだいけるね。まだまだ大丈夫ですよ。まだいけます。はい、よろしく。そうだね、金梅さんが戻ってきてほしいね、早くね。もう少しいけます。あ、ゴールデンキャッスルさんね、これ OK なのかな。カッコ、カッコで書いてくださいね。普通のセリフのカッコでお願いします。ゴールデンキャッスルさんいきます。金梅さんへ、一人一米ですね。申し訳ない。あの、文字量が多くなっちゃったりするとあれなんで、伝わると思うよ、気持ち。一言で大丈夫だよ。よし、ゴールデンキャッスルさんありがとう。まだいけます。もう少しいけます。あと3人ぐらいかな。まだどうだろう、ちょっと待ってね。もう少しいけますよ。もう少しいけます。あとね、まだいけるか。あとここの余白の部分だけなんで、5人ぐらいいけるかな。5人ぐらいいけます、うん、5人ぐらいいけます。うん、はいよー。ゴールデンキャッスルさん了解です。あ、フォローありがとうございます。だいぶ集まったね。よかったよかった。だいぶ集まったな。あと5人ぐらい、あと5名、あと5名で打ち切ります。あと5名です。金梅さんにメッセージある人、カッコをつけて、セリフのカッコで金梅さんに向けてメッセージしたらコピペします。残り時間がないんでよろしくお願いします。あとね、あの長文でね書きたい人がいたら、あの普通に手紙は送られ、送何通でも送られて OK なんで、あの亀ある人に金梅さん流地下宛てに手紙書くといいと思いますよ。あ、いつ出てくるかちょっと分かんないな。メイさんありがとう。メイさんのコメント反映させます。メイさんありがとうね。メイさん、弁護さんに対する感謝は忘れちゃいけないと思うけどな、俺は。え、配信なら気合い入れて今すぐ枠開けて、銀ちゃんいないとどれだけ退屈か分かってないでしょう。待ってるからね。いいね、メイちゃん。ありがとう。はいはい、大丈夫だよ。うん。やゆうけんさんね、あの、カッコについたセリフ、カッコつけてください。どっからどこまでコピペしたらいいのか分かんないんで。サンキスさん、ありがとう。カッコつけてね、書いてね。ちょっと手間増えちゃうかもしれないけど、カッコつきの部分をコピペします。サンキスさん了解です。
次、あ、残りわずかですよ。お願いします。皆さん、この余白の部分埋まったら終わりにします。お願い。全然、うん、三吉さん入れたよ。ミコアユユセブンさんいきます。よいしょ、いし、お伝えください。これね、 OK、 はい、 OK。 次、ミコアユユさんありがとう。ああ、とんでもない、とんでもない、同じ気持ちですよ、三吉さん。ありがとう、むしろ俺も。たくさんメッセージもらえてるんで。ありがとう、こんなにもらえたよ。あ、フォローありがとうございます。よろしくお願いします。C さん、C さんありがとう。一人一個ね。一人一個ですよ。もうじき、もう家出るんで締め切っちゃいますから。早めに。早めにっつうか、あと一人二人だな。金梅さん、はい。C さんありがとう。はい、C さん追加しました。はい、次。C さんありがとうね。弥生県さんね。弥生県さん。弥生県さんは、ほいっと。え、さっちゃんありがとう。ちょっと待ってね。そうそう、金梅さんがね、コメント読んでるみたいで嬉しいでしょ。え、弥生県さん、クリスマス闇委託配信楽しみに待ってます。 OK、 次、これから行くよ。さっちゃんさん、ほいっと、ほいっと、はいはい、ありがとうね、 C さん。よいしょ。さっちゃんさん、金ちゃんさん、あともう2人いけるかな、どうだろう、もう2人ぐらいいけるかも。1人か2人いけます。1人か2人いけるかな、うん、楓さんかな。楓さんありがとう。よいしょ、よいしょ、金梅さん愛されてるな。いっと。よし。ちょっと待ってね。はい、じゃあ、ごめんなさい、打ち切ります。打ち切ります。はい。お体大切に。うん。ああ、でも、さくらさん。うん。さくらさんのコメントも追加しますね。せっかくなんで。さくらさん、ありがとう。まだある？まだ書きたいことある人、手挙げてください。言いたいことある人、手挙げてください。まだいたら、もう少し枠、延長します。いる？何人いる？手挙げて。まだ書きたいっていう人いたら。書きたい人いる？いなかったら締め切るかな。どうしよう。いますか？書きたいことある人。大丈夫ですか？大丈夫。よし。じゃあこれで締め切りますよ。締め切りますよ。終了です。終了です。ありがとう、みんな。じゃあこの3枚のレポート用紙を届けてきます。うん。じゃあ上から確認していきましょう。ありがとうね、みんな協力してくれて。確認していきましょうね。うん、ありがとう、みんな協力してくれて。じゃあ上からみんなで確認していきましょう。いきます。ちょっと待って、どん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 。うん、こちらこそありがとう。いきます。上から読んでいくよ。前略金梅さん、リスナーさんからのメッセージを預かってきました。小手半とコメントをコピペしてまとめてあります。配信者もリスナーさんもみんな心配しています。
ちょっと待って、これ終了するんで、ちょっとこのコメント消します。読み上げますよ。どこまで読んだ。配信者も、リスナーさんみんな心配しています。配信で元気なお姿を、拝見できる日を心待ちにしています。朝晩冷え込む季節となってまいりましたので、体調崩さぬようご自愛ください。ケイグ、金梅さんにメッセージを届ける会代表、和道とよいしょ、はい、これでいきましょうね。2017年、これはどうしよう。これここにかっこいい。これでいいか。ああ、これいいか。これでいいか。はい。はい、これでいきましょう。で、ミノムシさんね、アクビンさん、千秋さん、エビカツさん、シャイニーさん、ノリコさん、カイホーさん、オンミツさん、細田さん、チェルノリさん、コッコさん、ネーヤさん、ケイトさん、暴走ケンケンさん、エンジェルさん、バレーニョさん、パックンさん、マヨセブンセブンさん、マーボーナスさん、マミマミさん、ユメノさん、ツーさん、トトさん、ハルさん、サクランボさん、アイラ、ミンタさん、ソウジさん、マユさん、ジャンプマンさん、ユコさん、チムチムニーさん、アイスさん、ボロレルさん、ピピさん、ヤノラッキーさん、ピヨコさん、マリンさん、ケンちゃんさん、あ、ここスペースが入ってない、イオリンさん、ハナさん、ラカゼさん、ケンジさん、石野康介さん、ナリチさん、ラゼレさん、マコトさん、山崎マコトさん、コポコポさん、メグカさん、ハートマーク2つさん、スミちゃんさん、ポチマルさん、ラブさん、月さん、ゴールデンキャッスルさん、メイさん、サンキチさん、ミコアユユセブンさん、シーさん、弥生健さん、サッチャンさん、カエデさん、さくらさんで、終了します。あ、どうしよう、ここを小さくしようか。これを10にしよう。これで入るかな。これでちょっと待ってね。それでどうだ。ちょっと待ってね。これでいいかな。OK だ。はい。ねえ、すごいたくさんこの時間に。ありがとう、たくさん。まあ、3枚、ちょうどレポート用紙3枚になったんで、いい文章量になったと思います。じゃあ、これを届けてきますので。ありがとう、みんな。協力してくれて。はいはい、アイテムありがとうね。うん、多分戻ってきた時にね、伝わると思うんで、金梅さんに早く戻ってくるといいね、金梅さんが。うん、了解です。みんな協力してくれてありがとう。バカありがとう。うん、了解です。みんなもコメントありがとう。あ、アイテムありがとう。あ、やべ、よし、オッケー。うん、大丈夫だね。オッケーです。うん、了解です。じゃあ、行ってこよう。まだ大丈夫か。まだ雑談できるな。じゃあ、雑談に切り替えましょう。うん、いえ、こちらこそ、皆さん、ミコアユユさんもアイテムありがとう。サッチャンアイテムありがとう。ゴールデンキャッスルさんありがとう。カエズさんありがとうございます。喜ぶといいね、金梅さんね。今井さん喜ぶといいな。これを、PDF にすればいいか。PDF。うん、メカさん了解です。うん。あいにくの雨だからね。あ、お気持ちありがとうございます。花火ありがとう。ありがとうございます。あとは何が必要かだよな。多分漫画の差し入れと、漫画の差し入れと、あとは多分服？服持ってきてほしいって言うと思うんだよね。あとは弁護士のこととか、多分ヒカルくんとかがやるって言ってたから、その辺も聞いてくるよ。で、帰ってきたら多分、
報告枠やると思うんで、よろしくお願いします。なんか、まあ話せる内容しか話さないけど、プライバシーがあるから。話せる内容は話します。金梅さんに許可もらったことに関して言ったら、これを形式を指定してダウンロード、 PDF 風ドキュメント、ロードしたと。で、ダウンロードはどこだ。ダウンロード金梅さんダウンロードファイル、これかな。あれ PDF って開けなかったっけ。 PDFの差し入れ入れられますよ、留置所に入れられるよ、入れられる。アンカーのポータブル電源使ってるだろう。他に候補あった？アンカーが一番良かったな。俺の場合はね、パソコン配信だから、俺はアンカーだった。で、他にもあったんだけど、容量的にはアンカーが一番俺は、良かったっすね。まあ、自分の感想なんだけど、あくまで。俺はアンカーだった。ただね、容量がでかすぎるんだよね、アンカーは。そこが難点。小説が欲しいんだ。何系の小説が好きなんだろう。あ、まあ今日聞いて買ってくるよ。何系の小説読むんだろうな。俺がおすすめする小説でよかったら持っていくけど、ぶっちゃけ5万だから高いよね、ちょっとね。よし、ファイル形式ダウンロードしました。 OK です。たまちゃんの配信の後ろに漫画読んでるの見た。仏教の本とかしかなかったと話してたから、面白い漫画なら気が紛れるかもな。手相の本が欲しいよ。手相大丈夫だったかな。そう、大丈夫だったかな。東野圭吾の手紙とかいい。まあまあ聞いてみるよ。本人に聞いて、本人が欲しいのが一番いいから。あ、宇宙の図鑑とかいいね。図鑑高いんだよ。3,4千円するから。あ、じゃあニュートンとか買うか。ニュートンとかだったら1000円ぐらいで買えるから、ニュートン差し入れよ。ニュートンの宇宙とかさ、ザ宇宙みたいな。ああいうの結構面白いんだよ。暇つぶれんだよね。ニュートンとかサイエンスとか素粒子とか。まあ俺の趣味だけど。それも、もう便所さん行ってるっぽいな。花火ありがとうございます。ありがとうございます。あと小説だったら何系がいいんだろう。小説金梅さんが読みそうな小説なんだろうな。週刊誌は鉄板だよね。でもね、3冊までしか入れらんなかったと思うんだよな確か。
差し入れ1日2冊か3冊だったような気がする。ちょっとそれも聞いてみるよ。まあ次の日行ってもいいしね。手紙はいくらでもいいから、うん、3冊だよね確か。2冊か3冊だったと思う。どんな小説が好きなんだろうね。趣味が出るじゃん。そこなんだよな。探偵系が好きなの。探偵系わかんねえな。俺が小説読まねえかんな。何系がいいんだろうか。まあまあ本人に聞いてみるわ。なんかどんな系がいいっすかっつって、うん、あれダウンロードファイルどこだ。都市伝説とか雑学系ね。うん。OK。まあ、本人が欲しがってるのが一番いいと思うから。本人に聞いてみるよ、俺。本人に聞くわ。分厚い本がね、結構いいんだよ。うん。差し入れいつ来るか分かんないから。便所さんと光くんと行くからさ。なんだよ、うん、本当はね毎日行ける人担当を決めてその人が行くのがいいんだけど、そう、まあ多分ツバニアンが差し入れしてんじゃねえかな昨日のあの2日前の時点で。でまあ中に入ってると分かるんだけど、分厚い雑誌とかね分量が多い方がいいの。だからニュートンとかサイエンスとか実はいいんだよ。あとね写真が見たくなるから雑誌は結構いい。あと漫画だったら単行本は情報薄いから、あのコンビニで売ってるさジャンプみたいなサイズのワンピースとかもいいね、うん、そうそうそういうのは人気だけどね。でも趣味があるから、俺はそういうの嫌いだったから。あとね俺がね一番面白かったのが当たりだと思ったのがこれちょっと恥ずかしい話なんだけど、パズドラ図鑑パズドラ図鑑とかドラゴンクエストモンスターズ図鑑とかさ攻略本とか送られてきてて、なんで面白いかっていうと、俺パズドラ一切分かんなかったの当時だけど、このモンスターの情報とかさ、やたら載ってるじゃん。イラストがあって、その、なんか、それが面白かったね。中で盛り上がって、うん。そう、カラー写真が見たくなるの。だから、あの、そういう雑誌とかもいいんだよね。そう。あ、台風大丈夫だよ、全然。全然大丈夫。中に入ってる人でも本人が欲しいっていうのが一番いいよ。本人が欲しいのが一番いい。それはもう人の趣味だからさ。エロ本はね、あんまり入っちゃいけないから、雑誌の付録で入ってるようなのがいいんだよね。スマートって雑誌とかさ、インテリア雑誌とかにたまにエロコーナーがあったりするから、そういうのはねパスできたりするんだよね意外と。あ、ザ・エロ本はダメなの。
じゃあ、俺行くわ。出ます。ありがとうございました。便所太郎さんの枠に行ってください。お疲れ様です。便所さんと。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。